さあ本日参りましょうミスター武士堂の戦国回し本日は小学生でもわかる戦国時代超速壁元地下編鳥抱き島のコウモリです僕はコウモリです 鳥泣島のコウモリなんてねねがあります織、ねえー、田信長がねちょっと長部元親が四国をね平らげようとして調子乗ってるぞみたいな時にですねあんなやつは祖先鳥がいない島で飛んでるコウモリだみたいなね本当にすごいやつを知らねえんだ俺は鳥だぞと、えー、信長が言ったみたいなねお話もありますそんな長部元親、えー、非常にね僕も好きな武将の一人なので、えー、今日は、ね、じっくりと元親の生涯についてお話していきたいと思います。 さあ、長須壁ってね、名字がまず長いですよね。四文字で。長須岡、長須。長須。ね、長いですよね、長須壁ってね。どういうルーツなのっていうとですね。なんとですね。そのルーツは。秦の始皇帝だって言うんですよ。え、秦の始皇帝、あのキングダムのですか。らしいんですよね。っていうのも、もともと。この。中国にいた秦の始皇帝の。一族の人間がトライ人として日本にやってきて。で、こうね、秦の。名字を。秦って読むようにして。 僕たちは秦氏ですと言って日本にね、まあ、各地に点在してるんですけども、えー、そこから繁栄していたというね一族がいたらしいんですよなのでルーツはトライ人だとということですそしてその秦氏が土佐の長岡郡曽我部郷というところに入った時に最初「曽我部さんと、ね」って名字を名乗ったらしいですじゃあこれからは俺たち曽我部って名乗るわと言ってですね曽我部を名乗ったんですねただもうここにはですねすでに他に曽我部氏がいたんですよ 郡というところの、えー、長岡軍じゃなくて香見軍曽我部号というところの曽壁さんがいたのでちょっとややこしいよねとじゃあお互いそれぞれ軍の,の名前の一番上ね軍、えー、の名前の一番上の漢字を取ってそれぞれ名乗るようにしようぜって言って長曽我部それから高曽壁っていう名前ね2つの、えー、この曽我部のね名字が生まれたという話がございますで後にねこの長曽壁元地下の弟は高曽壁氏に養子入りして高曽壁部親康とね名乗ったりとかもしてますねそしてこの長曽壁氏はあの 細川氏ねもう王人の乱の話とかでも、ね、何回も出てきましたよね中央でね実権を握っていたあの細川氏についていたので細川氏と共に成長していきますしかし小学生でもわかる日本シリーズねお話ししてきた通り細川氏はね後に、えー、家督争いとか芸人で、ね、バラバラになっちゃったりとかしてで戦国時代にはねもう三好氏に乗っ取られちゃったりとかしますよねはいそうなってしまったので細川氏の没落と一緒に長寿川氏も一回は没落します その地元の豪族とかに攻撃されちゃって、城が落ちて落城しちゃってるんですよね。そんな落城したお城から逃げ延びたのが、長祖界もどちのお父さん、長祖壁国地下という人物です。はい。で、この長祖壁国地下が、 滅びてしまった長咲壁家をいやもう一回立て直すぞと言ってですね頑張って再興させたというねお話がまずこの元地下のお父さんのね台にあったんですね実はねこの時に国地下を保護してくれたのが土佐の有力者である一条氏だと言われています一条氏っていうのはね今までもいろいろこうお話ししてますけどもあの摂関家のね藤原氏の一族です藤原氏の一族で京都にもともといたんだけど大仁の乱とか戦乱があっていやもう今日あかんわってちょっと引っ越してねあの土佐の方で我々は暮らしますって言って引っ越してきた元貴族元公家です 国地下を保護したという話がありますただまあこれは移設があって最近ではいや実は保護してないんじゃないかとかね国知が一人で頑張ったんじゃないかとかね、まあ、いろんな話がございますけどもとりあえず通説では一条氏が保護したということになっておりますそんな中で国知の着難として生まれたのが長須部元親、はい、ただこの長須賀元子供の頃がねすごい頼りなかったという話が有名ですね身長はすごい高かったんだけど色白で,ですごいおとなしい性格だったみたいですだからみんなからお姫様みたいだからあいつは姫和子だ姫は子だって呼ばれてるらしいんですよ若様は姫和子でござるな ないね、大丈夫かこの先ねこの国近さんが頑張ってね長塚弁慶をもう一回再興させるってやってる中でねあんな弱々しい「父様は大丈夫か?」ってねいうふうに思われてたみたいでしかもすごいね箱入り息子で初陣がなんと22歳かなり遅いです、はい。大体この頃の戦国武将のねウイジン初めて戦に行くよっていう時は大体15歳とかそれぐらいですよ10代半ばとか出陣することが多いのに二十歳超えてもまだ出陣してないっていうね初陣を果たしてないちょっと大丈夫かっていう感じだったんですけどもこの22歳の初陣の時に長塚や戻ちがその才能をね 開花させていきます自分の部下にですねちょっとこれから初めての戦いなんだけど俺全く今まで行くさせたことないからちょっと槍の使い方教えてくれねえかって部下に言ってですねはあ、まあ姫若様はねおとなしい性格ですしねちょっと無理そうだと思うんですけど、まあ、一応槍はですねこういう風に持ってですね相手のね鼻と目の間をこうつくようにですねこう繰り出すんですよとかねそしてね大将っていうものはね落ち着きを持っていなきゃいけなくて慌てたりとかにしちゃダメですよみたいなそういう戦いのいろはを、まあ、部下に教えてもらったんですねそしたらその元親は分かったって言ってその部下の言われた通り忠実に働いてですね ガンガン敵を突きまくってですね槍でブサブサブサってねで敵を倒してってえ「えあの姫和子さんなんか姫和子姫和子ってバカにしてたけどめっちゃ強いじゃないですか」っていう話になってですね「いやあれはもう姫じゃねえ鬼だ鬼和子だ」っつって「鬼和子鬼和子」っつってですねえすごいね長ベキがね盛り上がったのがねちょっと目に見えますけどねまねそういう話がえエピソードがありますはいそして長カベ氏はですね一両具足というねシステムを開発して これで、どん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 領土を広げていきます。一量というのはね、鎧一個っていう意味です。はい。うん、鎧を、鎧具足を常に一個持ってて、普段は農作業をしてるんだけど、 このっちかかとね調査官名の殿様から「よしこれから戦い行くぞ」って言われたら「分かりやすさ」って言ってその鎧を担いでね戦場に行くみたいな農業をしながら呼ばれたら戦うっていうそういうシステムを編み出しました信長とかがねやった「農民は農民でいいわ」ってね足軽を金で雇って足軽お前ら戦専門でみたいなそういうふうに兵士の種類を分けたのと全く真逆ですよね農,農業をやりながら常に武器とか鎧を隣に置いといて呼ばれたらすぐ来れるようにって、ね、いう人たちを集めていましたはいでもこの人たちはやっぱりね普段から農作業してるから体も強いですしでみんなでね チームワークもあるわけですよ、いつも一緒に仕事してるから。なので、強かったというふうに言われています。はい、で、この一両不足を駆使して、長倉部氏はどん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 勢力を広げていくんですが、そんな中で,ですね、お父さんの国親が、この元親の初陣の後にですね、急死してしまうんですよね。まあ、すごいね、ずっとその姫和子、姫和子とか言われて,てね、ちょっと頼りなかったね、自分の息子が立派に活躍したから、安心してね、死んじゃったのかもしれませんけども、でその後元元親、国親の後を継いで、じゃあ父さんのね、悲願を達成するよと言ってですね、土佐統一を目指します。はいそこで 一条監査というね人物が出てきます。先ほどもね少しお話してきましたけど、最初この国地川。 助けてくれていたあの一条氏です。有力な一条氏がこの土佐を治めていたんですけども、いや、これもう下国城じゃねえと言ってですね、本地はこの一条貫下座を追放しちゃうんですよ。あんな奴はね、もういらねえっボーンって追放しちゃうんですね。はい。まあ、それにはいろんな説があるんだけど、この一条氏はね、もともとは貴族のね、公家、公家さんだったわけじゃないですか。でも、土佐に来て、こういうね、長塚弁士だったりね、いろんなそういう豪族たちがうわーっている中で、やっぱ奥公家としてね、あの、のほほんとやってられないわけですよ。だから、どん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 戦国武将っぽくなってきちゃってたんですね。この一条貫下はね。戦国武将っぽい振る舞いをしてたから、 本家のね京都にいる本家の一条氏からちょっとさ君ら野蛮じゃないみたいな。 野蛮ででおじじゃるぞみたいな感じで言われてですねもっと公家らしく優雅に振る舞わなきゃいけないでおじゃるよみたいにいろいろ言われてうるせえな本家は俺は公家でありながら戦国武将でもあるもう何ていうかもう雅で雅かつ豪傑みたいな俺はすげえんだみたいな感じになっちゃってですねいろいろ揉めてたとかいう話もありますそんなごたごたがある中でこの一条関世さんの、ね、重心で土井宗さんという人がいたんですけどこの一条家の軍師的な存在だったんだけど貫さ様にいろいろ言ったんですって「あの世様さん」っつってねなんかいろいろ本家から言われてますしちょっとやり方改めていかないとちょっとまずいんじゃないですかねみたいなこう。 言を呈したんですでそしたら関西畑が「うるせえ俺に差しすんなブス!」って言って殺しちゃってですね「えあの名将の土井さん殺したのやばいじゃん」みたいになってどん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 人心が離れて追放されちゃったっていう話もあったりとか、まあ、結構面白いんですよね関西畑もね。はいで追放されてもういなくなったかなと思ったんだけどやっぱり戻ってくるんですよね。うわーうさ返せって,言っておい俺はあの 一条件の人間だぞみやびなる貴族武将だぞとってみんな俺に力を貸せって言ってですね、えー、四国中のねいろんな人たちに声かけて「長瀬会元近を倒すぞ!」と言って、ね、逆襲をしてきたんですねそしてあの四万十川、ね、大きい川ありますけどね四国のね四万十川で、えー、対峙してですね元近軍と 金軍が決戦を行いました、まあ、結果やっぱ金貞はねあまり戦は強くなかったようでもう近にコテンパンにやられてしまってですね土佐を完全に奪われて下克上がなされたということになりますはい、まあ、このね一条金貞はねあの信長の野望っていうゲームで戦国武将の中で一番能力低く設定されてるっていうねかわいそうな武将なんですけどまあこういうねいろんなエピソードがあるんで気になる方はねぜひ調べてみてくださいさあそして土佐を統一した本近の野望は止まりません今度は四国を制覇するためにさらに勢力を拡大していきます さあ土佐を統一した本鹿なんですけども土佐一国じゃ飽きたらね俺は四国を制覇するぞとどんどん勢力を拡大していきますやっぱりね土佐って山がね多いんですよね四国の中でも高知県って結構広く一見広く見えるんですよだから領地結構あるやんって思うんですけど平地が少ないから米があんまりね取れないんですよねなので土佐だけでは心もとないということで、えー、勢力を拡大することに踏み切ります、はい、そこで織田信長とね同盟もしています 自分の奥さんが織田家に縁のある人物だったんでそれを利用して信長と接近してですね信長と同盟を組みます。自分の息子にもですね、うん 長宗我部信長っていうね信長の信の字をもらって信長ってね、えー、名付けたりもしてますので最初はとてもね、えー、仲良かったんですね信長とねはいそして信長の敵でもある三好氏がね四国の阿波、えー、とか佐渡にいますからよしじゃあ信長と協力して攻撃しようと言って最初もどっちかすごい勢いでガン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 攻めていって阿波も半分ぐらい取って佐渡も半分ぐらい侵略してもう三好氏やばいじゃんってねいう,ね、えー、いうじょような状況に追い込むぐらい、えー、快進撃を続けていきます。 そしてじゃあアワーも OK もオも OK となったら四国最後イオがね残ってますよねじゃあそこ最後にね落として四国制覇いくぞうらーってなったんですがそこで。 毛毛利利軍がねねねね出てきちゃうんですす、ね、も、ね、中国地方にいますよ、ねはいまよはその伊予には河野氏というね、えー、大名がいたんですけども河野氏が「あかん元が強い俺らたちは絶対勝てねえ中国地方ですごい力持ってる毛利さんに助けを求めよう」ってですね毛利に助けを求めて毛利軍介入してきたことで毛利 VS 長宗部というね、えー、陣容になるわけですよ。なので長宗部元近はそれまで結構いい,いい感じでガンガン攻めてたんだけどちょっと毛利軍はやっぱ強すぎたということでなかなか伊予が え攻められないいとね結構苦戦してしてま,ます。あ四国をね統一できそうなんだけど毛利のせいでなかなかいけないとそんな中ですね織田信長が最初はね自分のね「のむ」の字を息子にあげて仲良くしていたんですけどもえやっぱり長宗家元近あれ駄目だなというふうになるわけですね。最初はね三好氏 一生共通の敵だったわけなんだけど、この三好氏がですね、いやもう信長さんには叶いませんって降参して、信長側についちゃったんであ、じゃあもう許してやるかとなってですね、信長も、じゃあ元近よと、もう三好こっちについたから、えー、四国統一するの諦めて、とりあえずお前は土佐と阿波、えー、の国半分で我慢しろってことね、信長が言ったらしいです。それに対して元近は、え、話が違うじゃないですかってね、三好やっつけるんでしょと。 ああもう、じゃあ無理無理とか言ってですね、俺もう四国取っちゃいますから、信長さんと手切りますわってこれ拒否するわけですね。そしたら、もう信長がぶち切れてですね、じゃあもう潰しますよって言ってね、信長は自分の三男にですね、信孝に四国方面軍を作らせて、よしお前ら四国、調査会戻して潰してこいってなるわけですね。これちょっと、調査会戻ちかとしては、まだ、 伊予では毛利軍と戦ってて苦戦してる中で三好も織田について大軍が襲ってくるってなってかなりピンチやばいっていう状況になるんですけどもそこでモドチカはね最近これ見つかった書状なんですけどあのやっぱこれ無理だわってなってですね信長に「ごめんなさいすいませんでしたマジで許してください勘弁してください」っていう手紙を送ってるんですよねでも信長はこれをやめなかったんでそんなに知らねえよって思ったのかもしれませんけども一回モドチカはここで「すいませんでした」ってね頭を下げてるっていう話が最近出てきましたはいこれでもう調査 タイミングよく、ね、本能寺の変が起きて信長が死にその四国方面軍も散り散りになってしまったので元近は信長に責められることなくあ良かったとねいうふうになったわけですね。すすごいいいタイミングが、ね、いいですよねなのでこの絶妙なタイミングもう調査壁が信長に滅ぼされるかもしれないやばいっていう時に本能寺の変が起きたから調査壁とその明智光秀には何かしらねつながりがあって、えー、この本能寺の変を起こしたんじゃないかなんていう話ができたりもしますよね。そして 信長の後に対等してきた秀吉とは調査会元近は敵対関係になります。この秀吉と敵対していた柴田勝家とか、えー、徳川家康とかと仲良くするようになるんですね。もちろん調査会元近は秀吉を攻撃したいんだけど、まあ、まずは四国を一回制覇して四国完全制覇してから秀吉の方行かなきゃないとなっていたのでそんなことしている間に秀吉は勝家も倒して家康とも小牧の戦いで戦ってたんだけど和睦してしまうんですよね。そして秀吉は 毛利家とはもう同盟してましたので、主だった敵はね、いなくなったので、四国に向かってくるわけですね。はい。そこで最初はね、信長みたいな感じで、土佐一国で、えー、勘弁してやるよっていう話してたんですけど、毛利家は嫌だってね、俺は四国は全部俺のもんじゃ来るなら怖いみたいな感じで言っちゃったので、秀吉の大軍がバーッと押し寄せてきて、四国で決戦になります。豊臣軍はなんと5万のね、兵を率いてきて、秀吉のね、軍はね、もう最新式の武器鎧とかね、えー、持っている中で、とにかく金がありますから、やっぱりその軍のレベルとかもね、全然違ったみたいです。はい。それで、頑強に、 抵抗はしたんですけども最終的にあの秀吉の、ね、軍師である黒田官兵衛とか、えー、この秀吉の部下であった戦国秀久とかがですね活躍して調査家元近は負けてしまいまいす。その結果あじゃあもう最初ね秀吉が言ってた通り土佐一国で、えー、もう我慢しますということで、えー、四国をねほぼ大半に手に入れた元地下は結局土佐一国の主に戻ってしまったというわけでございますこうして土佐一国の主になってしまった本地下ですがまだこれからね悲劇が続くんですよね、はい、この後九州遠征が行われます。 もう秀吉のね、えー、降伏しのだからよし小宗家元次家やとこれから九州の島津と戦うからお前ら行けって言われてですね、えー、軍を九州に出さなきゃいけなくなるわけですそこでですねその九州に向かった小宗家元次の軍にはこの四国に攻めてきていた戦国秀久それからもともと四国でねバチバチに争っていたあの三好の一族であるそご正康という人がチームを組んでいくというねえちょっと前までね殺し合いしていた戦国秀久とそご正康と一緒に ええ、一緒に行くのめっちゃ空気悪いんですけどね、なったと思うんですが、秀吉は結構こういうことしてるんですよね。今までずっと争い合っていた人たちを、いや、お前ら仲直りしろって無理やりチーム組ませたりとか、無理やり結婚させたりとか結構してるんですよね。まあ、秀吉なりの天下統一のためのね、考えだったと思うんですが、これが恨みに出てしまってですね、もうこのチームは全然うまくいかないわけですよ。この戦いの中で、戦国秀んはね、 いやもうガンガン攻めましょうね味方を救わなきゃいけないからガンガン攻めましょうって、ね、言ったんだけど元親はいやちょっと待ってと秀吉さんもこれから来るって言ってるから秀吉さん来るの待とうって言ったんだけど全然そこのね意見が合わなくてですね結局秀久が攻撃するっていうねことを決めてしまってそれに従うことになってしまいます結果この島津軍のねすごい強い武将だった島津家久という人の攻撃によってですねこの元親たちの軍は壊滅状態になってしまいますそこで自分の長男ね自分の息子であった長我部信親を失ってしまうんですよね、はい その後元本親は自分のそのねめちゃめちゃ期待してたらしいんですよねその自分の息子の信近にそのすごい将来有望だった信近を失った顔でもうまるで人が変わったかのようにですねもうふぬけてしまってですねいやもうダメだめだともう何もやりたくないですみたいなやる気ありませんみたいになっちゃってですねで結局その後いろいろねごたごた調査家部てもめるんですよね長男死んだから後月どうするのってねじゃあ次男継がせるか三男継がせるかみたいな時に元親はいや俺一番気に入ってるの末っ子のさ 森近だからさ森近が後継がせるわとか言っちゃってでその弟たちは怒るわけですよねえだって俺の方がうなんで弟なんすかみたいな,なってでその、えー、次男とかについていた武将たちも「そうだおかしい戻近さんおかしいぞあんた」みたいな言ったら戻近が「うるせえ!」俺の言うこと聞かないんだったら死ねえ!」ってブスって殺しちゃったりとかしてですねもうめちゃくちゃになっちゃうんですよ。で結局その森近が後を継ぐんですが1599年関ヶ原の戦いの直前にこの戻近は病死してしまって後を継いだ森近はその翌年の関ヶ原の戦いで西軍について負け 調査壁家は滅びてしまったということになるわけですね。まあ、このようにね、もともとは、ね、一回滅びかけていたね、家を頑張って再興させて、四国を制覇するっていうぐらいまで成長した調査壁家でしたが、このようにね、えー、歴史のね波には勝てず、滅亡してしまう非常に儚い、いかにも戦国大名とねいうような感じのね武将だったんじゃないかと思います。はい、本日のお話はここまででございます。よろしければ、小学生でもわかる日本シリーズは再生リストにもなっていますので、そちらも見てみてください。それでは次回は、九州の、 戦国大名についてお話していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようならばじゃ。